頭の側浮かぶ絶望の丘、冷めた感じがまだストールなびかせた。年に一度きりどんな気持ちか置き換えただけで130ある流れた。どうか今宵こそは合わせてください。彗星に馳せた思いは焦がれた。約束をした待ち合わせ場所、花月の前だね、花月うどんの地下、吉本漫才劇場たまに見る。もう近い合いながら行かないで許すまで、アルタイルとベガのように昨日より君を好きだいたいな。さゆる雨止む頃、かささぎを橋をかけて僕らをつないで、もうなんていうんですかね、うるさい友の声がものすごい低音と高音のその高低差がすごく緊張とか、天の川浮かぶ背の低い丘、見渡す景色は想像と違う。あの頃と比べ前に進めた答えはのじゃない、だけど足りない。意地悪な神がモンスターエンジンのネタをやるけど、あのネタ神々の遊び。おもろいなあれ。どんな関係かって聞かれたら、友達以上かな、相方未満かな。絆という言葉がふさわしい。喧嘩してるコンビは、だいたいいいコンビ、おもろなるコンビが多いんですよ。もうまあ大丈夫、まだ無理、どうもこうしておいてあげるから、明日も笑えたらいいと思いますね。幕張のライブにたまに見に行って支配人がビビるけど、上から見たら一番おもろかったのはおいでやす小田。じゃん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 、パンダラッココアラで、はいはい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 、それではミルキーウェイ聞いてものロゴ、これから先何年も一緒だと、ただそれだけ言いたい一言、スイフォーエバー、リピーフォーエバー。やっぱ、すごいですよね。ルイ君っておるんですよ。ルイ君のね、ファッションセンスがものすごい好きで、ベース的な足をこう上げるとかね、ものすごくかっこいい。約束をした待ち合わせ場所、相変わらずだね、曇り空の地下、地下芸人に知り合えばいい、意外とセンスあるやつめちゃくちゃいるからね、今どこ、渋谷の中って言っても他の芸人がアルバイトしてるの大体新宿多い。わかってる。すぐ行くわ、ボケ。なんでそんな、お前に言われなあかんねん。もう、でも行きます。大切な居場所で。一本グランプリ、ぜひ出てください。ともくん。